さ。酒を持ってきた。おお、龍泉か。随分と上物だ。もらうとしよう。実に染み入る。やはりこれじゃ。よく道元と飲み交わしたもんだ。エマに釈放してもらってな。エマ殿とは長い付き合いなのか。ああ、ずいぶん前に戦場で拾った。戦場？じーっと、ずーっと握り飯を睨んできてな。面倒だからくれてやった。そしたら何やらついてきてな。それから、なんだかんだあって、共にアシナに厄介になることになった。道元の養女になったのもその時よ。まあ、どこだろうが、忍びといるよりはよほど幸せじゃろう。ではな、また。よう旦那、また飽きね。じゃあな。よくぞ参られました。これをお主。あら、一心様がお好きなお酒ですね。いただきましょう。何か話してください。一つ聞きたい。はい。剣の死は誰だ。剣、私はクス氏ですよ。誰だ。一心様です。ですが、ほんのたしなみです。お主の剣気、とてもたしなみとは思えぬ。何のためだ。人は切りません。人は切らぬ。はい、人を切りたいなどは梅雨ほども。ただ鬼など出れば切りたいと思っています。鬼
本気に取らないでください。ほんのザレ事です。酒を。あら、せっかくです。いただきましょう。寿司をしていると、こうして飲む以外にもお酒を使うことがあります。清めなどか。はい、他にも痛みが耐えられぬものに飲ませたりですね。ですがまだ子供の自分はお酒の匂いが苦手でした。子供の頃から寿司の手伝いを。はい、死の道元様のお役に立ちたかった。兄弟子たちと競って患者の手当てをしたものです。この時世です。矢傷や刀傷を負った者も多かった。そうか。どうした？いいえ、それから時折忍びの者も参りました。一度とても困った患者が。どう困ったのだ？なかなかに喋らぬのですよ。どこが痛いのか、どれほど痛むのか、それが分からぬので並行しました。そうか。まるで人ごとのような物言い。何だと？いいえ、何でもございません。ではこれが不思議りか。赤炉、抜けぬとは。奥の院の巫女が言うには、不思議りは抜いた者に死をもたらす刀。お主のようなものでなければ扱えぬ代物か。不思議りを抜き、その赤き刃を見たとき、私も一度死にました。うん、そうか。赤き刃がな。のう、赤炉、不思議りがあれば本来死なぬ者をも殺すことができる。まこと恐るべき刀じゃ。そうは思わぬか？何がおっしゃりたい？その刀がお主の手中にある。何を切るか、よく見定めてから抜くことじゃ。酒を。おお、赤炉、気が利くの。おお、猿酒ではないか。火を吹くとはこのことよ。お主、この酒の別の名を知っておるか？知りません。知らぬか。こいつはな、修羅酒とも言う。昔わしは修羅を、いや修羅のごときものを切ったことがある。それは一体？切り続けた者はやがて修羅となる。何のために切っていたか、それすら忘れ、ただ切る喜びのみに心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。せいぜいわしに切られぬよう肝に銘じろ。は。不思議り、死なぬ者を切る。よく見。
Thank you.
極めたか。まだセキロよ。お主もし持てば。良き心がまた。